さあ、厳しい暑さとなりましたが、熱中症以外にも薄着になるこの時期、注意が必要になることがもう一つあります。去年の夏流行したデング熱です。厚生労働省によりますと、蚊を介して感染し、刺されてから3日から7日ほどで高熱や頭痛といった症状が現れ、まれに死に至ることもあるということです。去年は国内で70年ぶりに感染者が確認されたこのデング熱、専門の医師は今年も対策を取るよう呼びかけています。木に蚊の採集装置をつける港区の調査、デング熱対策の一環で蚊がウイルスを保有しているのかなどを検証しています。港区立芝公園を含む3カ所で先月から3回実施していて、これまでになかった念入りの対策です。都によりますと、去年デング熱の国内の感染者が70年ぶりに確認されました。その後感染者は163人に広がり、そのうち都内での感染者は108人、中には重症化して肺に水が溜まった人もいました。感染場所とされた代々木公園を含む数カ所では一部が閉鎖される事態となりました。蚊は20度以上になると急に発生が多くなるんですね。デング熱を媒介する蚊は毎年夏になると多く現れますが、それには気温の高さが関係しているようです。この先は最低気温でも20度以上の日が多くなります。この先雨も多くて気温も高くなりますので、蚊の発生が多くなるというふうに考えられます。蚊によるデング熱の流行、国立国際医療研究センターの忽那医師は、デング熱が国内感染する仕組みを次のように話しています。デング熱を発症している人っていうのは血液の中にデングウイルスがたくさんいるので、それを日本の一筋島蚊っていう蚊が吸うと、その蚊の中でデングウイルスが増えていって、その蚊に吸われることでウイルスが体内に入ってきてデング熱を発症すると。そして忽那医師は、蚊が増えるこの時期からしっかり対策を取るよう呼びかけています。肌の露出をですね、少なくした方がいいと、虫除けをですね、しっかり、使っていただくと。忽那医師はデング熱には有効なワクチンが現時点で存在せず、対策はなるべく蚊に刺されないようにするのが第一としています。実際にお店ではどのような対策を取っているのでしょうか。中に入ってお話を伺ってみます。売り場の面積を約 1.5 倍近く広げまして、売れ方は去年の約2倍近く売れております。ものによっては5倍ぐらい売れているものもあります。店舗では消費者の関心が高く、すでに虫除けスプレーの確保が難しい状態で、蚊帳にも注目が集まっているということです。蚊を媒介して誰から誰に感染するかわからないデング熱、都では流行を防ごうと4月から蚊の最終調査を行い、23区すべての区のホームページでもデング熱や対処方法を紹介しています。流行を防ぐのは私たち一人一人の対策です。そしてさらにこの夏注意しなくてはいけないのが、今都内で流行している手足口病です。こちらの写真がその手足口病の主な症状です。乳幼児らの口の中、そして手のひら、足などに小さな水ぶくれのような発疹が出るウイルス性の感染症です。その他の症状としては38度以下の微熱だったり、食欲不振などが出てきます。東京都によりますと、今年は大流行した2013年に次いで患者数が増えているということです。この手足口病、咳やくしゃみなどの飛沫、そして排泄物に触ったりすることで感染してしまいます。患者の9割ほどが5歳以下の乳幼児と言われています。東京都ではこまめな手洗いはもちろんなんですが、口を拭くタオルに関しても集団生活でのこういった共用を避けるようにと注意を呼びかけていますが、ご家族の間でも分けた方がいいかもしれませんね。で、専門家はですね、このように話をしています。中山小児科医の中山院長によりますと、重症になると稀に髄膜炎や脳炎などの合併症を起こすこともあると話していまして、重症化のサインとして現れるのはこちら、
この3つ覚えておいてください、嘔吐で目線が定まらなかったり頭を痛がる、こういったものがこの重症化のサインだということなんです、これらが出たらすぐに医療機関で受診するように指摘しています。さらに子どもの時にこの手足口病に感染した経験がない方が大人になって感染すると重篤になるケースもあるということです、こまめに手洗いなどをして予防を心がけてください。 MX リサーチでした。